だかそれっぽいところに来たぞ。やっと帰ってきたか。ブヒ。ああ、マナよ、この娘で大丈夫なのか。ニャニャニャ。来る途中、暴走した獣人何人かと戦ってもらいました。多分大丈夫。うん。時間がないので説明は後だ。お主の力、試させてもらうぞ。お前の見込み通りのようだな。マナ、封印を解くのだ。はい。ちょっと、なんか置いてかれっぱなし。もう。しまって、溶けかかった封印を直すには一度完全に封印を解く必要があって、そのためにはあなたのような強い獣人の力が必要だったの。それで獣化した姿のままであなたをここまで導いてきたんです。なるべそう。そんなこととは知らずこんなところまで来ちゃった私って、一体何の説明もないまま危険なことに巻き込んじゃって本当ごめんなさい。まあ怖かったけど、こんな私がお役に立ったみたいです。オッケーだよ。ありがとうございます。ただ残念なのはパクポン買えないってことかな。もうすぐ晩ご飯の時間だ。早く帰んないとお母ちゃんに問い合わされちゃう。私帰るね。マナちゃん、暇な時遊びに来てもいいかな。